それじゃあ早速タイトルのハロウィンアニメーション動画を作っていきましょう。今はイラストを読み込んだだけの状態です。一から作っていきます。新規平面レイヤーを作成します。ソリッドレイヤーの色は黒で作ります。ショートカットキーの T を押し、不透明度を表示させ 50% に設定します。次にテキストレイヤーを作成します。ハロウィンの文字を入力します。この文字を見やすくするために先ほどの黒い平面レイヤーを作りました。テキストの位置を調整します。今回使用するフォントはマグニフィセントセリフというフリーフォントです。ハロウィンの文字を入力したテキストレイヤーに CC スミアエフェクトを適用します。CC スミアエフェクトが適用されると文字が引っ張られ引き伸ばされたようになります。エフェクトが適用されました。ポイントは自由に動かすことができます。スミアの開始位置をテキストの下の部分に設定します。数値の左のアイコンをクリックするとカーソルが十字に変わるので、そのまま文字の下の位置に移動しクリックすることで開始位置が決定します。終了位置も同様に設定します。文字が引き伸ばされ垂れ下がったようになりました。半径レディアスの値を変更することで太さを変えることができます。終了位置の値を動かすと長さが変わります。バランスのいい位置を探します。大体のバランスが決まったらアニメーションさせるためにキーフレームを設定しましょう。スミアの終了位置のストップウォッチを青く点灯させ、タイムラインの青い再生バーをアニメーションが終了する位置に移動させます。 CC スミアエフェクトの終了点を適当な長さに調整します。位置が決まったら再生して確認します。文字が垂れるアニメーションができました。テキストレイヤーを選択し、ショートカットキーの U を押してキーフレームを表示させます。キーフレームの終了位置を少し前に早め、文字が垂れるスピードを速くします。2つのキーフレームを選択して右クリックします。キーフレーム補助から Easy Ease を適用します。2つのキーフレームが選択された状態でグラフエディターを開きます。このような山型の速度グラフが表示されない場合は右クリックしてこれらの項目がチェックされているか確認してください。Easy Ease を適用したアニメーションは速度が最初は遅く、中間は速く、そしてまた遅く終わるという動きになっています。グラフの左下をクリックし、速度が急激に変化するようにコントロールします。グラフエディターを閉じて動画を再生し、アニメーションの動きを確認します。最初は遅く、徐々に加速して急激に変化するように速度が変わりました。スミアの太さを微調整します。細くシャープな感じにします。テキストの色を変更してみます。ホラーな感じが出ました。テキストを目立たせるために輪郭に色をつけます。
再生しながら確認します。いい感じのアニメーションになりました。同じように他の文字にもスミアを適用していきます。左側のパネルで CC スミアエフェクトを複製します。ショートカットキーは Windows コントロール D、 Mac コマンド D、 CC スミア2ができました。 L の文字と同じように開始位置と終了位置を決めます。 O の文字にスミアを適用してみましょう。L の文字の時のアニメーションキーフレームが設定されたままだと位置が狂ってしまうので、ストップウォッチアイコンをクリックし、一旦アニメーションキーフレームをリセットします。L の文字とのバランスを見ながら、改めて O の文字にアニメーションキーフレームを設定していきます。ストップウォッチアイコンをクリックし、青く点灯させます。アニメーションの終了位置に再生バーを移動します。数値を変更して位置を微調整します。終了位置を決め、キーフレームが打たれたことを確認したら、再生バーをスタート位置に移動させます。アニメーションの始まりの位置は開始位置と同じなので720に設定します。再生して確認します。文字を見やすくするため、黒い平面レイヤーの不透明度を変更して、背景を暗くします。文字の垂れ方に変化をつけるために、O の文字のキーフレームの位置を変更します。2つのキーフレームを選択し、右クリックして Easy Ease を適用します。グラフエディターを開いて速度に急激な変化をつけます。再生して確認します。 L の文字が垂れてから O の文字が垂れるように変化がつきました。左側のエフェクトコントロールパネルからCC スミアをまた複製します。 CC スミア3ができました。 L、O と同じように他の文字にもスミアを適用していきます。手順は先ほどと同じです。見た目に変化をつけるためにスミアのドリップの長さを短くしてみます。スミアの太さを変更します。ストップウォッチを青く点灯させ、アニメーションキーフレームを設定します。アニメーションの開始位置と終了位置にキーフレームを打ちます。再生して確認します。動きに変化がついていい感じになりました。 E の文字のキーフレームにもEasy Easeをかけます。2つのキーフレームを選択し、右クリックして Easy Easeを適用します。グラフエディターを開き、速度グラフを表示させ急激な変化をつけます。グラフエディターを閉じます。エフェクトコントロールパネルで CC スミアを複製し、4つ目のスミアを作ります。同じ手順で H の文字にCC スミア4を適用します。数値の左のアイコンをクリックするとカーソルが十字に変わります。クリックして位置を確定させます。スミアの長さを微調整します。ストップウォッチアイコンを青く点灯させて、アニメーションキーフレームを設定します。キーフレームを設定したら再生して確認します。
CC スミアエフェクトで文字が垂れるアニメーションが完成しました。ハロウィンテキストのレイヤーにさらに変化をつけるために新しいエフェクトを追加します。エフェクトディストーション CC グリドラーを追加します。グリッドのスケールの値を変更することで文字が刻まれたような表現をすることができます。ストップウォッチは青く点灯させ、アニメーションキーフレームを設定します。再生して確認します。刻まれた文字が現れて血が滴るようなアニメーションが完成しました。ハロウィンテキストのレイヤーを選択して矢印をクリックして開きます。アニメーターボタンをクリックし、塗りのカラー RGB を選択します。タイムラインの青い再生バーを最初の位置に移動させます。塗りのカラーのストップウォッチを青く点灯させます。テキストの塗りの色を白に変更します。白から赤へ色が変わるようにアニメーションキーフレームを設定します。再生して色の変化を確認します。色の変化を激しくするために中間色を黒に変更します。再生して確認します。色が急激に変化するようになりました。変更前は滑らかに色が変化しています。少し明るめのブラックに変更します。ストロボのような色の変化になりました。いい感じです。ハロウィンテキストのレイヤーにレイヤースタイルドロップシャドウを適用します。エフェクトが適用されました。ドロップシャドウのパラメーターを開いて値を変更します。ドロップシャドウは影をつけるエフェクトです。文字に適用すると立体感が出ます。背景を非表示にして確認します。このようにドロップシャドウエフェクトで影がついていることがわかります。ドロップシャドウをオンオフして見え方を確認します。ドロップシャドウのバランスはこれで良さそうです。黒の平面レイヤーを非表示にして背景の明るさを元に戻します。エフェクトスタイライズからグローを追加します。エフェクトはハロウィンテキストのレイヤーに追加しました。グローは文字やオブジェクトを光らせるエフェクトです。ここでは文字をより目立たせたいのでいろいろと試してみます。グローエフェクトを複製します。複製のショートカットキーは Windows Ctrl DMac コマンド D です。グロー2つかけたので光が過剰になりました。ハロウィンテキストのレイヤーを選択して複製します。複製して上になったテキストのグロー2を残し、片方のグローエフェクトをオフにします。テキストに立体感とホラー感が出ました。
再生して確認します。いい感じです。新規調整レイヤーを作成します。エフェクト、描画、4色グラデーションを適用します。4色グラデーションを適用した調整レイヤーのモードをオーバーレイに変更します。調整レイヤーに適用したエフェクトの効果はタイムライン上でその下にあるレイヤーすべてにかかります。画面に馴染むようにそれぞれの色を選んでいきます。レイヤーの合成モードを変更すると見た目が全く変わります。これもなかなかクールです。モードはサチュレーションにします。4色グラデーションエフェクト、オフ、オン。再生して確認します。色の雰囲気はこれで良さそうです。動画前半の終わりとして超簡単で実用的なテクニックを紹介します。新規平面レイヤーを作成し、カラーをホワイトにします。この平面レイヤーが画面全体を覆うようにタイムラインの一番上に作りました。この白い平面レイヤーを3フレーム分の長さにするためタイムライン上でレイヤーをカットします。レイヤーを分割するためのショートカットキーは Windows Ctrl Shift D、 Mac Command Shift D です。分割した後ろの部分は削除します。再生して確認してみましょう。3フレーム分の短い白レイヤーが一瞬だけ画面を覆うためフラッシュのような効果になりました。このままでも使えますが少し眩しすぎるかもしれません。白い平面レイヤーの不透明度を 80% に変更します。より自然なフラッシュになりました。レイヤーの名前をフラッシュに変更します。フラッシュレイヤーを複製しフラッシュ2を作ります。フラッシュ2の位置を少し後ろにずらします。長さをさらに短く2フレーム分にします。位置を微調整しこれで再生してみます。かなりクールなフラッシュエフェクトになりました。動画の基本的な部分はできたのでこの後を後半とします。後半はパーティクルエフェクトを使い動画をより派手に立体的に仕上げていきます。フラットアイコンのウェブサイトでコウモリのアイコンをダウンロードします。これにします。 PNG アイコンのダウンロードは無料です。新規平面ソリッドレイヤーを作成します。平面の色はブラックにします。エフェクトからスタイライズ CC パーティクルワールドを選択します。先ほどダウンロードしたコウモリのイラストを読み込みます。一度背景を消して確認します。コウモリのアイコンが読み込まれました。黒い平面に適用した CC パーティクルワールドのパーティクルの項目を開きます。パーティクルタイプを
テクスチャードスクエアにします。テクスチャーの項目で先ほどのコウモリアイコンのレイヤーを選択します。コウモリのレイヤーを非表示にします。パーティクルの粒子がコウモリのイラストに置き換わりました。バースサイズを調節してパーティクル発生時の大きさを変更します。パーティクルが多すぎるのでバースレートを下げて数を少なくします。まだコウモリが多いのでバースレートを 0.5 に変更してさらに数を減らしてみます。フィジックスの項目からグラビティの値を0にしてコウモリが下に落ちないようにします。重力を0にしたのでコウモリがこちらに向かって飛んでくるようになりました。背景を表示します。一度プレビューで確認します。パーティクルの飛ぶ方向を変えたいのでフィジックスの項目からアニメーショントゥイルを選択します。くるくると回転しながら飛んでくるようになりました。アニメーションの項目を変更することで様々な動きを試すことができます。パーティクルを発生させるエフェクトは他にも有名なトラップコードパーティキュラーという有料の外部プラグインがありますが、このチュートリアル動画ではアフターエフェクツのみで再現できるようにするため CC パーティクルワールドを使用しています。この飛び方はちょっと面白いです。やはり最初のが良かったのでトゥイルに戻します。デスサイズを調整してコウモリが消えていく時の大きさを少し大きくします。バースサイズを少し小さくします。パーティクルの発生時は小さく消える時は大きくなるので遠近感がつけられます。コウモリの数が多いのでバースレートをさらに小さくし数を減らします。画面の下に表示されているグリッドを消します。グリッド&ガイドからグリッドの項目をオフにします。コウモリが女の子の顔を隠してしまうのでマスクをかけてコウモリが顔を覆わないようにします。パーティクルのかかっているレイヤーを選択しペンツールを選択します。ペンツールで女の子の顔を囲っていき一周してパスを閉じます。しかし何も起きません。これは初心者がよくやりがちなミスですが、パーティクルをかけたレイヤーにマスクがかからないため一旦レイヤーをプリコンポーズする必要があります。パーティクルレイヤーを右クリックしてプリコンポーズを選びプリコンポーズします。プリコンポーズレイヤーの名前はバッツとしました。改めてプリコンポーズレイヤーを選択しペンツールで女の子の顔の周りを囲っていきます。マスクが適用されました。このままではマスクの外側が消えてしまっているのでマスクを反転します。顔を覆うコウモリが消えました。マスクの境界線をぼかすためにマスクフェザーをかけます。マスクの周囲が適度にぼかされ女の子の顔が見えるようになりました。パーティクルにはどんな画像でも適用できます。フラットアイコンのウェブサイトからハロウィーンの他のアイコンをダウンロードしてみましょう。クモの巣のアイコンを選びました。イラストを読み込んだレイヤーは非表示にします。平面レイヤーに適用した CC パーティクルワールドエフェクト、その中のテクスチャーの項目を先ほど読み込んだクモの巣の画像レイヤーに変更します。変更されました。このように好きな画像をパーティクルのテクスチャーに設定して飛ばすことができます。今回はやはり
コウモリの方が良いので、コウモリに戻します。いい感じです。新規平面、ソリッドレイヤーを作成します。カラーはホワイトにします。エフェクト、シミュレーションの中から CC スターバーストを選びます。この時平面が黒いとこのような見た目になりませんので注意してください。レイヤーのモードをオーバーレイにします。画面のプレビューサイズが小さかったので少し拡大します。 CC スターバーストはパラメーターの数が少ないので、いろいろ値を変更して好みの感じになるまで調整してみましょう。レイヤーをソロ表示します。CC スターバーストはその名の通り、星の爆発のような表現を可能にするエフェクトです。中心点から放出される無数のパーティクルがインパクトのあるエフェクトです。好みの感じになるまで値を調節してみましょう。いい感じです。パーティクルを適用したレイヤーのモードを変更してみることで、さまざまな視覚効果を得られます。好みの見た目になるまでいろいろ試してみましょう。今回はあまり変化がないので、オーバーレイに戻します。CC スターバーストにグローをかけます。エフェクト、スタイライズ、グロー、パーティクルがぼんやりと発光するような感じになりました。 CC スターバーストにもマスクをかけたいので、 CC スターバーストのレイヤーを右クリックしてプリコンポーズします。スターバーストという名前にしました。プリコンポーズするとレイヤーのモードがリセットされるので、オーバーレイに変更しました。ペンツールを選択して女の子の顔を囲みます。マスクがかかりました。マスクを反転する必要があります。インバーテッドにチェックを入れます。マスクフェザーをかけ、マスクの周囲をぼかします。スターバーストも女の子の顔を隠さなくなりました。全体にもっと動きをつけたいので、背景画像の入ったプリコンポジションを開きます。背景イラストのレイヤーを選択し、ショートカットキー P を押してポジションを表示させ位置を移動します。この時キーフレームアニメーションを有効にするために、青いストップウォッチのマークが点灯していることに注意してください。移動の開始位置と終了位置にキーフレームを打ちます。ハロウィンガールのレイヤーに2つのひし形のキーフレームが打たれました。プレビューして動きを確認します。動画の書き出し範囲となるワークエリアの終了点とキーフレームの終了位置を合わせます。このようにすればループ再生した時にも動きが自然に見えます。これで全体の動きはひとまず完成です。ここからはさらに雰囲気を出すためのテクニックを紹介します。レイヤーから新規調整レイヤーを作成します。エフェクト、色調補正の中から自然なサイド、ビブランスを選択します。パラメーターの値を変更することで色の鮮やかさを増幅させたり色あせさせたりすることができます。サチュレーションを下げます。いい感じの色合いになりました。この調整レイヤーを使用してカラーの反転フラッシュを作ります。調整レイヤーを3フレーム分の長さにカットします。分割できたら1フレーム分のスペースを空けて、残りの部分は2フレーム分の長さにします。プレビューして確認します。
再度落としたレイヤーが一瞬だけ表示されて、メインのフラッシュの後の残光のように光の余韻を表現しています。新規調整レイヤーを作成します。エフェクト、スタイライズ、拡散、スキャラーを選択します。ブラーエフェクトとは違い、型ガラスを通したようなぼやけた視覚効果が適用されました。動画の最初の部分だけをぼかしたいので、キーフレームを設定します。スキャダーアマウントのストップウォッチをオンにします。エフェクトの終了点で値を0にします。2つのキーフレームが打たれました。再生して確認します。アニメーションキーフレームを打ったので、動画の最初の部分だけにエフェクトが適用されているのがわかります。いい感じになりました。新規調整レイヤーを作成します。エフェクト、ノイズグレインからタービュレントノイズを適用します。エフェクトが適用されました。雲のような効果がかかっています。タービュレントノイズを適用した調整レイヤーのモードをノーマルからオーバーレイに変更します。エフェクトをオンオフして効果を確認します。タービュレントノイズの展開、エボリューションの値にキーフレームを打ちます。キーフレームの始まりを0にし、終了点を5にすることでタービュレントが5回転するようになります。再生して確認します。動画全体に雲のような霧のような効果がかかりました。タービュレントノイズだけを表示します。このように渦巻いた乱流の効果が得られます。フラクタルの種類を変えることでいろいろな視覚効果を試せます。単体で見ると少し気持ち悪いですが、動画にレイヤーとして適用すると素晴らしい表現効果を生むことができます。タービュレントノイズを重ねることで動画全体にさらに動きを加えることができました。新規調整レイヤーを作成します。エフェクト、スタイライズの中から CC ビネットを適用します。 CC ビネットは周辺光量を調節するエフェクトです。基本的には周囲を暗くし、視覚的に中心を強調する場合などによく使われます。好みの暗さになるようにパラメーターの値を調節してみましょう。そしてこのままでは全体が暗くなりすぎるのでマスクをかけます。 CC ビネットを適用したレイヤーを選択したままシェイプツールを選択し、マスクの形を選びます。今回は星型にしました。これでマスクをかけた部分にだけエフェクトが適用されます。ですがマスクは通常反転させて使うことが多いと思います。マスクの位置を調整したら反転、インバーテッドにチェックを入れます。マスクを反転したので周囲にビネットエフェクトがかかり、女の子の周りはビネットがかからず強調することができました。マスクフェザーの値を変更してマスクの周囲をぼかします。再生しながら微調整します。マスクフェザーとビネットの値を調整したら完成です。今回は200ぐらいがちょうど良さそうです。再生して最終確認します。いい感じです。完成しました。伝え忘れましたが、セーブをこまめにすることを忘れないでください。この動画の高評価も忘れないでください。書き出したら完成です。お疲れ様でした。